さあ1131話、冥界のロキということでございます。完璧にねこの冥界とかっていうのも、魔法行神話のヘルヘイムとかね、その辺が多分モデルになっていることでしょう。さあここは1ページ目はちょい店にもあったところでございます。待望のエルバフスタートしていきます。やった、やっぱりエルバフなんだなここというね、俺たちずっと来たかったんだ、本当にでけえな何もかも。そうか、よかったところで、ウソップも植えて、話聞いてねえな、ルビー、早速。ウソップも植えて気づくかな、あの木の上何があんだ。おい、戦争に明け暮れた世界最強の国、そうなのか。ドリート・ブロギノさんたちの船であんな数の巨人族初めて見たの、とんでもねえ迫力だった。そら最強だよな。話聞いてねえぞ、これ、ロキ対ルフィみたいになんのかね、こうね。おい、呼んでんだよ、俺が。狼がなんかガルルルって言ってますね。やっぱ結構こうプライドの高い、エルバフの戦士っていう感じなのかな。俺が呼んでるのにてめえ無視するとは何事だみたいな、そんなキャラクターなのかな。俺はこの国に言い伝えられてきた太陽の神だぞ、許可なく口を開くな人間族と答えろ。この状況どう思う。あ、エルバフの呪いの王子ロキ、世界政府特別懸賞金26億ベリー高えな我々は46億のカイドウを倒しているわけですけども、にしても26億か。世界政府特別懸賞金ってなってるね。なんか最近つけられたみたいな話なのか。ルフィよりは安いね、30億ね。うん。あ、でもそうか、低いって考えることの方ができるのか。エルバフで最も危ねえ野郎みたいなイメージだから、26億あそんなもんみたいな印象の方が強いのかな。なんか俺はなんかパッと見高えなこいつって思ったけど、26億も済んだこいつっていうね。さあ読み進めていきましょう。どうて捕まってんな、差しがいい。だが誰も捕まることは望まねえし、多分に漏れず俺もそうだ、願わくば解放を望む、6年もここにいるんだぜ6年この状態なのにしては余裕たっぷりだよなこいつ。俺はエルバフ1の力自慢だが、なんせこの木はこのウォーランド王国そのものである。はい、来ました、ホージアダムです。まあこれはね、前回そのでっかい木がドーンって出てきた時にもねお話ししましたけども、フランキーのホージアダムの時のこう説明解説っていうので、まあその木を中心に町が滅んでも再びそこに集まって国ができていったっていうね、何度も戦いをしている国があるみたいな、その木の周りっていうので、まあ北条アダムが一番自然だなっていうのはね、前回のライブにもお話しましたけども。だからあと違和感としては、世界にたった数本その最強の木の名は北条アダムなんだよね。こんなでかいの数本あんのかなっていう、その違和感はやっぱりちょっとあるよな。鎖は回廊石だ、力も入らん、逃げられるやしねえとなあ。そこでお前に頼みてんだから、ロディルフィだもうなんか若干打ち解けてっけど、取引をしねえかルフィ。いやーなんかワクワクすんなこの辺ね。お前海賊なんだな。俺のこの鎖の錠を解いてくれた暁にはお前の潰してほしい海賊団を一つ跡形もなく消してやるよ。どうだ、鍵は村のどこかにあるはず。まあでも跡形もなく消してほしいなんて絶対ルフィは望まないよな。戦いたいはずだよな、全員自分の手で倒したいはずだよな。おめえなんかに言われなくても俺は海賊王になるんだって話だもんね。なるほどね。これなんかロキの悪魔の実の能力にもちょっとかかってたりもすんのかな。跡形もなく消せるなんか能力者だったりすんのかな。なんか悪魔の身にちょっとかかってそうな感じも、ただ杖ってだけなのか、跡形もなく消せるほど杖ってだけなのか、ロキの悪魔の身になんか関係があるのか、この表現がちょっとね。あと跡形もなく消すっていうと、やっぱり古代兵器プルトンのね説明でもありましたもんね、島一つを跡形もなく消す。で、あとはエンジェル島が跡形もなく消されたとか、その跡形もなく消された場所って結構ね、ワンピースでは3つ4つあるんですけどね。巨大な王国、ゴッドバレー、エンジェル島とかね。ここで跡形もなく消すっていうワードをチョイスしたことには、なんか意味がありそうですね。あ、言い忘れたが、ここはエルバフの仮想で冥界と呼ばれ、誰も近づかねえ場所なんだと。やっぱり段階になってるんだね。ここは神話の世界がベースになってんのかな、やっぱりね。ユグドラシルを中心に、まあ下には冥界があるっていうのが方向神話上のね設定でもあるんですけど、その辺はそのまま採用してそんな感じしますね。罪人と裁定されたものがここへ落とされる。留置所とかもありましたけどもね、ロードのところね。この大地そのものが監獄であり処刑場。そこらの雪を掘ったらよ、巨人や人間の骨がわんさか出てくる。何万年も存在し続ける山、我らの神話で言うならここは大地とか。なんかもう神話って言っちゃってっけど、エルバフに伝わる神話があるのかな。なんかわけわかんねえ、なんかおじさんつうかなんか出てきてっけどな。あ、これイエティクールブラザーズみたいな雰囲気なんかちょっとあるけどな。なんか毛むくじゃらで目がなんか目だけがこう映ってるみたいな感じで木をこう潰してるけど、ここは第一世界、太陽の死んだ世界だ、愚かしい人間よ、この雪山にお前が何をしに来たかは知らねえが、猛獣たちには十分気をつけることだな。雪山一つ一つに主がいて、こいつらは俺がガキの頃からのダチなんだと。狼がいて、蛇がいて、マンモスがいて、ゴリラがいて、まあなんかあれだね、
ルフィが2年間修行したとこみたいな、それのスケールアップバージョンみたいな感じしますね。ああ、懐かしいって言ってんな。おお、この感じ懐かしいな。お前が俺に逆らうならこいつらが黙っちゃいねえかもな。いや、ルフィはもう覇王色だし、動物ぐらいじゃなんとびくともしないっしょ。でそこの小せえのはエルバフに喧嘩を打った人間族、くせえ服を着て獣たちに食われねえように生きながられてるだけの仕方ね。どういうこと？ああ、なんかくせえ服を着ることによって猛獣を近づけないみたいな小賢しいことをしてる人間たちがいるって、このわけわかんねえこの黒いローブ着てるやつらね。こいつなんすか、入っちゃっていいっすか、何か持ってるか。6年こうしてんのに随分余裕だよなこいつ。なんかその辺がなんかかっこよさがね、醸し出てる、なんかこうゆえんでもあんのかもしんないね。この余裕がかっこいいし、会話もしてるねこの辺のやつらとね。この前見てに気絶させられるのはごめんだぜ、まさかこんなとこいると思わなかった。4個赤髪のシャンクス、あ、この前見てに気絶させられるのはごめんだぜって、この黒いローブのさっきのやつら、クセ服着てるやつら、シャンクスに気絶させられたのかな。お前ら今シャンクスって言ったか。そうだよね、言ったけど全てが貸すな。もう手なずけてんの動物を。なんかこれ、なんか現実世界でもこれあるな。なんか質問されてんだけど、いやいやいや、その服何まずみたいな。なんか質問されてんだけど、なんかそれよりすごいこと起こってることってあるな、なんか現実世界。全てが霞むぐらいのことが起きてると。こいつなんだ、山の主たちを手なずけた。いや、それは海賊になる男ですから。ちょっと待って、このチビ何者なんだと。ちょっとなんかルフィの覇気とか気づかねえのかな。この場所に来たのか、シャンクスが。赤髪の知り合い。ああ、来たぜ、あの腰抜け海賊だろ。やばいって、こんなこと言ったらルフィ怒るだろう。いや、初めてじゃね、シャンクスディスってるやつ。ああ、はいはい、もう切れてます。もう次のページ行ったらすぐ。一コマ目で切れてるわ。乗るな、ルフィ。聞いてて草やんけ、ルフィ、これ。お前もエースと一緒なんじゃねえかよ、じゃあ、これ。杯とかになんか挑発されたら。ギャーロキ様、ぶん殴ってる。バカ、ちょっと待って、冗談だ、冗談。ビビってるな、ちょっとロキも。冗談でも言うな、動けねえんだぞ、俺や。こいつ鎖かときならそこ殺して。いや、もうバッチバチやん。シャンクスの悪口言ったから、動けねえなら俺を怒らすな、今度言ったらその木にめり込ませてやる、やめろバカ野郎と。いやー、なんかいい感じでロキと絡んでんね。それでシャンクスは何しに来たんだ、なんでお前に会いに来た、それが用事なわけねえよな、まだエルバフにいんのか、ただで教えるわけねえだろ。そうだね、この辺全部我々が聞きたいことだよね、なんでシャンクスエルバフに来たんだというね。で、あ、サイド変わりましたね。ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパーサイド。ちょっと待って、すごい揺れると。ブロックの国から木にバーってかかってた吊り橋みたいなのにを登ってんのか、まさか。で、誰か来る、知らねえやつだ。だが体が焦げてる、雷に打たれたように。多分太陽神の中身だと。さあ、ロードですね。後方からさっきの女選手とぽっちゃりが、サニー号を持って追いかけてる。ゴールドバーグがサニー号を持ってこうやって走ってんな。サニー号あるの、どういう状況。仕方ね、切るか。ダメだ、首都たちの友達かもしれない、手段は一つだ。見ろ、ゴールは目の前、逃げ切るしかねえ、全速前進。あの上にきっとあるエルバフの村へ。ロキの回廊石の手錠を外すのもエルバフの村って言ってたよね。そこで合流するみたいな感じなのかな。ハイルディン出ました。ウォーランド冥界、ディガガガガ、よし取れたぞヘラジカ。間に合ってよかった。あ、ヘラジカ殺してますけど。なんかあのロードが出てきた時にさ、太陽神でなんか鹿のさ頭蓋骨かぶってて、多分角の形的にヘラジカが一番こう濃厚だったんだよね。だからヘラジカって神聖な動物なのかなって俺は思ってたんですけど、エルバフの人間にとって普通に殺してますね。だからロードが勝手にやってるだけなんだな、あの辺はね。だからね、上の森にはヘラジカ生息してねえからな。こいつの肉は絶品だ、麦わらたちの喜ぶ顔が目に浮かぶ。しかし重いぞ、どう運ぶと。あ、スタンセンもいるね、船大工スタンセン。雪が降ってる、バインダーも使えねえ、情けねえこと言うな、命の恩人に食わす肉だぞって。ペインターか、太陽石と書いてペインターっていう新しいワードがまた出てきましたね。雪が降ってるからペインターが使えねえと。だまあどういうものかわかんないけど、まあ空に太陽がないと、まあ力が発揮できない、まあ特殊な石なのかな。でこのでっかい動物をどっかに運ぶっていうことで使うっていうことで言うと、なんかどんな感じなんだろうね。物を移動させるみたいな話なのか、なんかこう浮かせるみたいな話なのか、うん、なんかそんな感じだね。まあちょっと何のこっちゃまだわかんないね。でハイルディン豆知識、新世界ドレスローザにて元渋海とフラミンゴの陰謀に巻き込まれ、あわやこの世から存在が消える危機を麦わらの一味に救われたと。麦わら大戦7人の船長のうちの1人であるということでございまして、ありがたいですね、この辺はね。そうだね、ウソップがまあシュガーを打ち通ることができなかったら、そのままおもちゃとして誰からも忘れられてたということでございます。よいしょー。
いいっすね、この掛け声で重いものを持ち上げる時のよいしょーっていいっすね。私そういうね力仕事みたいなのもやってたことあるんですけど、こんな分厚いガラスめちゃめちゃでかいの死ぬほど重いんですよ。何百キロあるか分かんないですけど、それなんか4人ぐらいで運ばなきゃいけない時に怖い親方がよいしょーって言ってみんなでよいしょの掛け声とともにあげましたね。あれ多分あの何馬力か加わってんだよね、あの掛け声でね。オラいけたと、で新挙兵海賊団、ハイルリンが船長で、コックのゴールドバーグ、繊維のゲルズ、船大工のスタンセン、航海士のロードというね、かなりクセモノ揃いの新挙兵海賊団と、ドリー・ブロギーの次の世代の海賊団ということですね。あで最終ページ、エルバフ近海、このアダルトチームサイドですね。どうですか、初めてです、女性の髪を切るなって。あロビンの髪を切ったの、ブルクが。ドキドキする心臓ないんですけど、よほほほほ、スカルジョーク絶好調だな、おいブルク、キャハハ、心臓もないのか、感化学いやいいっすね、ブルックのギャグに対するこのリリスが加わってるから、科学的じゃねえなお前の体っつって笑ってますね。で可愛いよ、懐かしい髪型だ。あーロビンめっちゃ幼くなってんじゃん。前髪を作ったって話なのかな。俺ちょっと女性の髪型の変化とかに気づけないタイプなんですけど、これ前髪を作ったってことなの。ちょっと前なんだ、どういうのだっけ。あーなるほど、サウロといた頃の髪型に戻したってことか。負けてたんだっけ。なるほどね。いやもうデレシシの準備万端じゃん。それは嬉しいな、あいつも、もうダメだ、俺この最下位泣いちまう。老いたちが知ってた髪型もそれだロビン。さあ霧が晴れた島だ、上陸でか、巨人の島、港に着いたら即乾杯だ。うおー、最後なんかちょっと意味深だね。大変だ、サウロ先生が倒れて動かない。なるほど、サウロに一体何が、事後救済なしということでございます。なんかボリューミーだったね今回ね、情報量も多いし、ロキとルフィの絡みも面白かったし、しかもサンジサイド、ロビンサイドで、しかもハイルディンサイドっていうのがもう どんどん描かれていったって感じだね。なるほど、救済を経てかなりボリューミーな1131話となりましたということでございまして、いいっすねエルバフ編いいね。まだロキのそのどういう悪魔の実なのかとかっていうのは結局わからないまま、世界を終わらせるっていうのはどういうことなのかとか、あいつを解放したら世界は滅ぶとか、その辺はどうなのかとかがあんまりわからない。ただまあそのロキのセリフとして、取引の内容だよね、お前の潰してほしい海賊団を一つ跡形もなく消してやるよどうだっていう、このワードが私的にはかなりこう気になったかな。まあロキの性質をなんかこう表してるんじゃないか、ロキの悪魔の実を表してるんじゃないかとか、跡形もなく消すってことはなんか古代兵器に用いられる文言をロキに言わせてるってことは、古代兵器クラスのなんか力があるっていう、そんな感じで捉えていいのかなとも思ったりしますよね。なんか小田先生って結構共通してこうワードを配置される方なんで、大昔っていうワードなのか、太古の昔っていうワードなのかで、太古の昔はニカであったり恐竜であったり月の人とかであったり、その辺がこう太古の昔でね、共通ワードでこう描かれるみたいなことがあるんで、跡形もなく消すというそのワードをロキが発したってことは、まあ、古代兵器クラスの悪魔の実なのか、むしろこのこいつ自体が古代兵器クラスのなんか危ねえやつなのかとかね、こいつの思想がやばいのかとかね、その辺はちょっと感じましたけどね。どこを気になりました？ルフィとロキのやりとりというか、そうですね、ここがちょっと面白かったっすね。そうですね、まあ悪いやつっていうか、はい、荒くれ者だけど、はい、完全に悪にも思えないっていうか。そうっすね、シャンクスが会いに行ってるじゃないですか。はい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 、あれが言ってた旧友がロキだったのか。ああ、そうか、その可能性もあるけど、じゃあなんか鎖ほどいてもそうだしとか。ああ、そうっすね、いろいろ思うんですけど、会いに行ってるんで6年前なんですよ。サンクスが四皇になった年も6年前なんですよ。だから四皇になったきっかけの事件みたいなものがあって、はいはい、もしかしたらもうロキを封じ込めたのがシャンクスという可能性もあります。なるほど、なるほど。そしたら世界政府区別検証金みたいなのをかけられてるあのロキをくくりつけてくれたみたいなことで名が上がって、はい、四皇に上がってロキの名も上がってみたいなことか。ああ、いやでもなんかすごい気持ちいいですね。同じ6年前に四皇になってるっていうのがなんかでかいですね。やっぱロキは世界政府としてももうどうしようもなくっていうか、捉えることはできないから、はい、もうくくりつけておくしかなくて、今もそのままって感じ。なるほど。なんか交差石って言うとあれかもしれないけど、はい、その条件として取引として俺のこの鎖の錠を解いてくれた暁にはお前の潰してほしい海賊団を一つ跡形もなく消してやるよどうだって言うじゃないですか、はいはい、で跡形もなく消すってやっぱり古代兵器プルトンの特徴なんですよね。ってなると古代兵器
兵器になんかこう関連する能力なのか、それかあるいは古代兵器に近しいぐらい危ねえやつっていうことなのか、なるほどそのぐらいのなんかこう破壊力があるみたいな、なんかそんな感じで同じワードを使ってるような印象があります、そのぐらいやべえやつみたいな、うん、もうなんか古代兵器に対抗できる悪魔の実だから、はい、伝説の悪魔の実と呼ばれてるんですね、はいはいはい、なんかそんな感じしますけどね、まだちょっとこの跡形もなく消すっていうのがなんかロキの能力で消すっていう話なのか、能力とかにかかっている話なのか、なんかその辺もちょっと分かんないですけどね、まだね、跡形もなく消す、確かに特徴だもんな、数少ない古代兵器ので、あとまあこれ予想してた人も多かったと思いますけど、アダムでしたね、はい、結局やっぱり宝珠アダムでしたね、宝珠アダム、でもこれ世界に数本あるんですか、本当にこんなでかい木が、こんなでかいのがまだあるんだと思うとすごいですよねなんか世界に数本って言われてるから、なんかこれ世界に1本しかない感じが出てんだよな、なんか裸って、ね、何本かあるなら今までも出てきてもよかっただろうけど、そうっすよね、違うとこのアダムには誰か行ってる可能性とかありますもんね、そうなんですよね、また違う巨人族なのか巨人族じゃないやつが住んでるのかとか、うん、なんかあんま分かんねえな、数本あるっていうのが、うん、昔は数本あったみたいな話なのか、フランキーも闇ルートでホージュアダムのなんか木がたまに売りに出る時があるみたいなこと言ってたんでしたっけ、はいはい、かけらがですね、あのかけらで2億ベリーだったからでもめちゃくちゃ高いっすよ全世界の全財産ありますよこれ多分、確かにこれがワンピースだっつってもいいぐらいお金儲けにはなりそうだし、でしかもなんかこれ神聖な木って感じがするから、これを金にしようとしてる輩がいるっていうのもちょっと気になりますけどね、売りさばいてるやつがいるというかね、あ、まあそれがエルバフの商売になってるのかな、それか他の人が入れないからこそ希少価値があるんでしょうけどね、それもあるでしょうね、ああそうかそうか、そうっすよね、なんか外交輸入輸出とかしてる感じがしないですもんね、あんまり、そうですもんね、世界に何本かもしあったとするなら、はい、スリラーバークの最後で出てきた影とかも、ああなるほど、遠くに見えてた超巨大なアダムの一本が、はいはいはい、影とかもあるじゃないですか、アダムから、ありますあります、だからそれがこう縦線みたいに見えて、なるほど、奥に見えてたとかもっていうのも全然あれだけでかかったらありえますもんね、そうか、小田先生の書き方としてはスリラーバークの最後のあの4本の影とこのホージュアダムから垂れてきている滝の影がかなり書き方同じだったんでしたっけ、うん、似てはいるかなというあービタリッチじゃないけど、まあ似ているじでは、いやアダム あるのも熱いっすね、プロリアントライアングルにもう一本、もっと有名っぽいけどな、あんなでっかい機械でそうなんだよな、何本もあったらさすがに、あアダムあそことあそことあそこにあるのねってみんな知ってそうだけどな、あとあのロビン良かったですね、あロビン良かったですねポイントで言うとそこだったな、今日はやっぱり俺ちょっと女性が髪型変えたのとか気づかない男なんですよ俺これこれ何が前髪を作ったってことで合ってるっていう、恐る恐るみんなに確認しましたけど、それをやってるのが可愛いっすよね、ロビンの、いや可愛いっすね、あれロビンって何歳でしたっけ、ロビンは30、30でもうなんかちょっと乙女に戻ってんのがなんか可愛い、でこのサウロなんすかこれね、サウロ最後ですね、なんか別にピンチな感じはしないんだけど、今のところで倒れて動かん、なんか持病みたいな話なのかな、確かに持病みたいな、なんか攻撃されてとかそんな感じじゃない気がしますね、そうっすね、そうっすね、なんか勝手に気づいたら倒れちゃってたみたいな、なんか話っぽいっていうの、あっちはあっちでロビンと再会を感じて、はい、嬉しすぎてもう動けなくなってああだから そういう裏切りいいっすね、もうダメだっつって嬉しすぎて気絶っていうか倒れちゃうパターンですね、だといいけどね、はいはいはい、でこれシャンクスの悪口ちょっと言われてルフィブチ切れてましたけど、これもエースを思い出しましたけど、もう乗るなルフィ言ってる感じします、あそうですね、なんかロキはなんかかなり魅力的なキャラクターですね、でもなんかこんな感じで6年間鎖で繋がれてんのになんか余裕があるんだよなこいつ、神木さんの中でロキっていいやつ悪いやつどっち認定してます、今のところ荒くれ者だけど根はいいやつ、根はいいやつ、あーなるほどいいことをしようとして全部動いてたんだけど今こういう結果になっちゃってるみたいな、なるほど感覚ですね、なるほどロキは仲間側にはなると思うんすけどね、俺も悪くは書かれてますけど、世界を滅ぼすとか書かれてるけど、うん、いや確かにあの6年間縛られてるってことはですよ、はい、絶対王がいるじゃないですか別に、
はい、今も当時してる王が殺されて代わりの王というか、そうですね、はいはいはい、そこにロキがついてなくて6年間も経ってるんで、はい、そいつが悪いやつだと思います僕は。ああ、なるほどなるほど、なんかクローバー博士と同じ考え方ですね。現に滅ぼされて生き残ったやつが悪いやつっていう話ですよね。世界政府を樹立させたやつがお前らが悪なんじゃねえのかみたいな話だけど、このそれは冥界って言われてて、はい、ロードが行ったところには留置場があったわけじゃないですか。はいはい、そこもなんかありそうですよね。ただ下が冥界って言われてて、でもその土地が全部刑務所みたいなもんだみたいな話でしたよね。なんか、うん、そうそう、だからわざわざ作らなくていいじゃないですか。もう留置所作る必要ないんだけど、いやだから分かんねえなその辺は。最初はなんか留置所みたいなところがあったりしたけど、途中からもう冥界全体がそうなっちゃった。ああ、そうか、そういう順番なのかな。で、あとそのロードの被り物がなんかヘラジカっぽかったじゃないですか。だからなんか我々的にはヘラジカが神聖な生き物なのかなとかも一瞬思ってたんですけど、単純にやっつけてやってたってことなのかな。単純に殺してますね、アイルに食わせようとしてますから。あとこれもちょっと気になりましたね、ペインターっていうの、太陽石って書いて、どういう用途があるやつなんでしょうね。分かった情報だけで言うと、まあ雪が降ってる時は できないっていうことだから、ソーラーエネルギーみたいな話なのか分かんないけど、太陽の力でまあ使う石で、状況的にはこの重たいやつを遠くに移動させるみたいなので使おうとしてたから、なんかそんな感じの用途なのかなって一瞬思いますけどね。浮かすみたいな話なのか、重力みたいな話なのか、新しい空島でいうダイヤルみたいな。ああ、そうですね、そんな感じですね。確かに確かに確かに、新しい文化が、はい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 、また正しい使い道と間違った使い道とかっていうワード出てくるんじゃないかな、このペインターに関しても。ロードがサニー号持ってたんですって。ゲルズとゴールドバーグじゃないですか。ゴールドバーグが持って、ちょっとよくわかんないですねこの辺は。船を持って追いかけてきてるんですよ、うん、ゲルズとゴールドバーグが。あ、そしてゴールドバーグの盾出てますね、これ顔書いてある。あ、本当ですか。扉絵連載ではなんかベロ出してたじゃないですか。はい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 。なんかあれはソルソルの実なのか悪魔の実を食べさせてるのかどっちか問題あって、寝てますね今回ゴールドバーグの盾は。ただの盾みたいになってるんですね。この辺もちょっとまだ謎だな。結局あのブロックの国もよくまだ分かってないっすよね。結局誰がどう作ったのかが、いやちょっとなんかワクワクすんな、分かんないことだらけで情報量が多すぎて。動物たち、はい、これストロングワールドで出てきたやつなんですよ、ほとんど。マジっすか。マンモスみたいなやつは、マンモスデンスかな、マンモスデンスってやつ。はい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 。で、デルコング、このゴリラが、はい、ヘラジカがレッドザンスの恐竜みたいだったと思います、ね。なるほど、そっちの世界ともうつなげてんのかな。あれ、それって四季の話ですね、ストロングワールドだから。ミルビューにいたやつですか、ね。あー、なるほどなるほど。え、あれってなんか、新世界とかそういうのって話ってありましたっけ、どこの土地のやつかみたいな。新世界は新世界ですよ。うわ、なるほど。うわ、その辺と繋がるのはなんか熱いですね。もしかしたら映画の設定と繋がっていくかもしれないとか、四季のこと知ってるやつがいるとか。確かに確かに。なんかそういうことになってったら熱いな、確かに。なんか繋がらないまでも、はい、ちゃんと、ああ、そういうことなのかなって、理由は明かされそうな。はい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 。いよいよサウロとルビンが合うかもしれないですね。合いそうですね。まぁ、あ、ちょっと一波乱ありそうな感じがあるけど、倒れて動かないだから。いや、これはなんか変なすれ違いみたいな起こってほしくねえな。もうなんかストレートに。そこはもうあってほしい。そこは。はいはいはい。ストレートにちょっとあってほしいなぁ。ロキの武器見えましたね。あ、完璧にハンマーっすね。ちょっと四角い。ミョルニルみたいな話なのか。第一世界とかもそうですけど。はい。超そうですもんね。僕買いましたよ。北欧神話の本。まあ北欧神話がベースになってますね。まあ北欧神話ってユグドラシルを中心に、上層中心と下層みたいに分かれてて、下層にヘルヘイムっていう冥界があったりするんで、なんかその辺の設定はやっぱり採用している感じはしますよね。第一世界って言ってたじゃないですか。はい。北欧神話は9つの世界がありますね。あ、だから第9世界まであるみたいな話なのかな。あるのかもしれないですよね。あ、あとなんか意味深なこと言ってませんでした。太陽がどうみたいな。何万年も存在し続ける山、我らの神話で言うなら、ここは第一世界、太陽の死んだ世界で愚かしい人間が、あ、だから太陽が昇らないっていう話なのかな、冥界は。なんかこの辺もちょっと意味深ではあるな。ちょっと引き続き楽しんでいきましょうということで。はい。じゃあ、はい。ありがとうございました、神木さん。はい、ありがとうございました。エルバクの王子ロキは本物の狼少年というね、お話をさらっとねさせていただきましたし、結論としましては犬犬の実幻獣種マーナガルムだという、予想をさせていただいておりますけども、根拠をね、大きく3つ、挙げさせていただきますと、まずは北欧神話関連から。エルバクと北欧神話にはめちゃめちゃ深いつながりがあって、北欧神話には、狼っていうのがねたくさん出てくるということがまず一つ。小田先生がどこからアイディアを解釈してくるのか、ネーミングを解釈してくるのかで言うと、まあ北欧神話関連が、一番可能性が高いんじゃないかというね、ところでございます。
ございますので、まあ、これが一つの根拠になっていると。そしてこのフェンリルっていうのが結構メジャーなんだよね、北欧神話好きからすると。狼といえばフェンリルみたいなところあるんで、小田先生ってあの大口の真神の時とかさ、よさみがれぐるぐるぐるの時とかさ、外してくんじゃん。バジュラングガンとかもさ、ハヌマンガンでいいじゃん、別にハヌマン別名バジュラングを採用してたりするじゃん、なのでフェンリルはあえて外すんじゃないかということで、このね、北欧神話最強の狼マーナガルム、月の犬を意味する、持ち主は魔女イアールンビジュルっていう魔女がね、持ち主、魔女の持ち主の最強の狼ということでございます。二つ目の根拠としては、伝説の悪魔の実となりやすいのは、まあ、ゾーン系の悪魔の実という言い方もできるんじゃないかということでございます。伝説の悪魔の実といえば、まあ、人々の実現住所モデル2課でございますよね。ゾーン系の悪魔の実には意志が宿り、これまで800年ほどの間、悪魔の実が意志を持って政府から逃げてきたような説明がなされておりました。あれもパラミシアでもロギアでもなく、ゾーン系だからこそ、意志が宿るっていうね、悪魔の実。また伝説の悪魔の実とは少々異なりますけども、アラバスタの守り神、和の国の守り神の存在も無視できないかと思われます。アラバスタの守り神は、犬の実モデルジャッカルと鳥の実モデルファルコンの2つ。そして和の国の守り神は、ヤマトが食べた犬の実モデル大口の真神でございました。国の守り神というからには、これまでにも幾度となく国を救い、国のために戦ってきた能力と思われます。これもゾーン系の悪魔の実だからこそ、身に意志が宿り、能力者が死亡して再生する際に、再び国を守るために国内で再生されるという、ゾーン系だからこそその国に根付くというかね、そういう話もあるんじゃなかろうかと。似た例としてスマイリーが食べたサラサラの実のケースも存在しております。パンクハザード編にて、子供たちが薬物に依存し逃げ出そうにも逃げ出せないという状況が作られておりましたが、スマイリーもおそらく似たような状況にあったはずでございます。シーザーの命令も無視するほどにキャンディーに夢中になっていたことから、おそらく あれは子供たち同様に薬漬けのね、薬物依存症の状態にあったと考えられます。結果としてスマイリーが消滅した時にはすぐ近くにあった果物に再生したわけですが、これはサラサラの実モデルアホロートル、ゾーン系の悪魔の実、あれが自分の意思で子供たちと同じように薬物に依存させられていたからこそ、付近に再生したのではないかというね、サラマンダー、サンショウゴの一種ですよね、アホロートルっていうね、依存させられていたからこそ意志がその悪魔の実には宿っており、死んでもなおすぐ近くのね、果物に再生したというメカニズムなんじゃなかろうかと。まあスマイリーの件の真意はさておき、ゾーン系の悪魔の実は悪魔の実の意志で再び世の中に再生できる場所を選べるということが示唆されているのはほぼほぼ間違いないと言えるのではないでしょうか。だからこそ確定的とは言えませんが、エルバフに伝わる伝説の悪魔の実もゾーン系である可能性は高いということはできるのではないかという話でございます。ただしこの悪魔の実がエルバフに再生されるのだとしても、アラバスタやワノ国とは違って守り神とは言われていないということを含め、二つ目の根拠とさせてください。国に伝わる悪魔の実だからこそゾーン系の可能性がやや高いと、その上で守り神と呼べる能力ではないというのが、まあ、二つ目のポイントですね。ちょっと弱いかもしれませんけども、根拠の一つとさせていただきます。そして三つ目の根拠でございます。犬の実幻獣種モデルマーナガルムの三つ目の根拠ですね。ウソップの伏線が完璧に回収可能であることでございます。改めてですが、エルバフにはウソップが深く関わるであろうことは、これまでの流れからもね、明白でございます。リトルガーデン編ではエルバフに行くと宣言していること、これまでにウソップはイニエスロビーでオリモトカーシーを従え、ドレスローザーで、ハイルディンを従えてきていると、そしてガリバー旅行記でもね、小人の国と巨人の国に行くので、トンタッタ王国に行ったウソップが巨人の国でも活躍する可能性は高いと、そういうことも言えるのではない。実際にこのように根拠をね、言うまでもないほどにウソップがエルバフで活躍するというのは読者としての共通認識と言えるのではないでしょうか。ですのでウソップ関連の伏線を考えてみますと、まずウソップが初登場したシロップ村キャプテンクロ編を思い出しておきましょう。ウソップは日常から海賊が来たぞとね、嘘をついて回っていたため、実際に海賊が来てしまった時に誰も信じてくれなかったという、これはイソップ寓話の狼少年がモデルになっているであることは、まあ、明白でございますね。イソップ寓話、狼少年、本当のオリジナルの物語は羊次回の少年がウソップと同じように狼が来たぞと叫んで回って遊んでいたため、本当に狼が来た時に誰も信じてくれず、誰も少年のことを助けてくれなかったために、少年が飼っていた羊が狼に食べられてしまうというね、そんな残酷なお話でございますね。だからこそここで満を持して、本物の狼少年が、登場するのではないかという、ね、予想を立てたいっていうのが犬の実幻獣種モデルマーナガルってこと。実はこれまでにもウソップはジャブラと戦った際に狼と羊の話が出てきましたし、ウソップの最大の必殺技はインパクトウルフ、そして空島の黄金前夜祭の際にはウソップのドラミングで雲ウルフだけ、が集まってきたり、もう一つ、狼関連の童話といえば赤ずきんでございますけども、赤ずきんオマージュがされているシュガーを倒しているのがウソップであったり、狼関連のエピソードがウソップの周りには張り巡らされている。
ですので、もしここで本物の狼少年がウソップと対比する形で登場したら、一つ完璧な、根拠に、なるんじゃないか。そしてそれが正しいのであれば、本当の狼少年なのだとすれば、ロキの眼帯というのにも、まあ、説得力が生まれてくるという。ロキはローラに求婚してた際のシルエットでは目が描かれていたと。ですが縛られている現在はその目がね塞がれている状態でございました。これはズバリ満月を見てしまわないようにと、考えると筋が、通るのではなかろうかと考えていきたいと。ロキが本物の狼少年だった場合、狼人間特有の満月を見ると狼に変身して暴れ回るという性質が宿ってしまっているのではないでしょうか。だからエルバクに伝わる伝説の悪魔の身であるにもかかわらず、危険すぎるため他の国とは違って守り神とはされていないと。先ほどの根拠とも綺麗に繋がっていくんじゃなかろうかという。以上のロキが北欧神話のね、狼と関連が、あるんじゃないかと予想できるようなこと、そして国に伝わる伝説の悪魔の身であればゾーン系の可能性がやや高いんじゃないかということ、そしてウソップ関連の伏線から、狼少年がピックアップされると予想できること、そしてロキが目隠しをしていること、このあたりの根拠を全てね、ひっくるめますと、ロキは狼少年であり、月を見ると暴走をしてしまう犬犬の実幻獣種モデルマーナガルム、絶対覚えられねえマーナガルムの能力者であるとね、私は、予想させていただきます。そしてロキが狼少年のね、能力者だった場合予想されることとしてね、お話をさせていただきたいと。先ほどの考察の流れからロキが犬の実幻獣種モデルマーナガルムと、だったとした場合、この先、どのような展開が待っているのかというのをね考えていきたいと。私もち大きく二つの事柄をピックアップしたい。ロキは大嘘つきである。そしてロキはニカにもなれる。一つずつ、巻いていきましょう。ロキが、マーナガルムの能力者であるとした場合、ズバリロキは狼少年となるので嘘つきという性質も持ち合わせているはずでございます。狼人間としての前任者であるジャブラが嘘つきだった点、そしてウソップが嘘つきであることからも狼少年イコール嘘つきというそういうイメージ付けっていうのはワンピースの作中でこれまでもされてきたんじゃなかろうかと。そして巨人族と対照的な存在であるトンタッタ族は嘘を信じてしまうという性質があるのでね、巨人族にも嘘に関連する要素が取り入れられる可能性は高いのではないでしょうか。まあ、綺麗にこう対比して描かれるんでね、上空1万メートルと海底1万メートルみたいなね、巨人の国と小人の国みたいな、そんな感じでこう綺麗さを結構小田先生ってこだわってるようにも感じるんで、この小人の国が嘘に関するエピソードっていうのが豊富だったように、巨人族にも嘘のエピソードは豊富に描かれるんじゃないかっていうね、そんなお話でございます。そしてもう一つの違和感として、ロキが国王である父を殺したっていう部分が私的には非常に引っかかっていると。悪魔の実を得るために人を殺した人物っていうのが最終章でどういう風にこう絡んでくるのかで、まあロキっていうとね、北欧神話上は一緒に世界をひっくり返すための、まあ重要人物になるはずなんで、ロキは最終的には仲間になると私は思ってるんですけど、父親殺ししてんのか本当にみたいなね、そこに違和感があるっていうね話でございます。と言いますのも、悪魔の実を得るために人を殺したというキャラ付けがされた最初の人物は黒ひげマーシャル D ティーチであり、こちらがまだ最大の敵として残っているとね、なのでここでロキと戦う場合、能力のために人を殺してしまうような悪党が連続でボスキャラになるとは考えづらいっていう、なんかそんな、なんかちょっとメタ的な角度にもなるのかな、そんなわけねえっていう。悪魔の実を得るために人を殺した大悪党と2連続戦うわけはねえっていう、そういう私の感覚的な予想にもなりますけど、つまりロキが悪魔の実の能力を得るために父親を殺したというのはロキのついた嘘なのではないか、大嘘なのではないかという考えていきたいということでございます。つまりロキは何らかの理由で国王を殺したのは自分であると、国中に、触れ回り自ら捕まったような状態なのではないでしょうか。ロキが数年間も6年間ですね、岩に縛られているという形で体を張って国ごと騙しているのであれば、狼少年としてのウソップの、超スケールアップ版としてふさわしい展開であるように思えるのは私だけでしょうか。なんかロキのキャラデザがすごい好きなんで、なんかかっこよく合ってくれみたいな、なんかそんな話も、ありますけども、まあロキがね、狼少年、つまりは嘘つきであると仮定するんであれば、今現状分かっているロキのその最大の汚点というか黒歴史というか違和感っていうのが、やっぱり父親を殺して悪魔の実を奪ったっていう悪党じゃん。で、ここに対してなんか我々が感情できるような嘘があったら、なんか熱いなっていうね、そんな話でもございます。続いてロキが犬の実幻獣種マーナガルムのね、能力者であった場合に、起きるであろう二つ目の展開、それがロキもニカになれるというものでございます。こちらの根拠となるのはやはり眼帯でございます。あの眼帯が月を見ると暴走をしてしまい手がつけられないからだとした場合、狼男になっちゃうからとかね、悪魔の実が狼の悪魔の実だから月を見ると暴走してしまう
みたいな設定だった場合、それはおそらく数論化と同様の仕組みが、取られるはずでございます。と言いますのも、数論化の引き金となるのは満月を見ることでございました。数論化すると体は白色化し、目が赤くなり、制御できなければ死ぬまで暴れてしまう。これらのことからロキは満月を見ると白色化し、北欧神話のマーナガルムのようにね、巨大化し、そしてゾーン系の覚醒由来の羽衣をまとうのであれば、それはエルバフに伝わる神の姿そのものになるとも言えるのではないでしょうか。俺が太陽の神だというのは、満月を見て数論化すると白色のまるでニカのように戦うことができる、俺が伝説に伝わる太陽の神なんだっていうのは、そういう意味合いが、あるんじゃないかと。だからこそロキはエルバフに伝わる太陽の神を自称しているんだと考えれば、全てのつじつまは合うはずでございます。結論でございます。ロキは犬の実幻獣種モデルマーナガルムを食べた巨大狼人間であると私もちは考えております。この実の最大の特徴は、月を見てしまうと暴走をしてしまうというところにあり、だからこそ現状のロキは目隠しのまま海楼石に繋がれていると考えております。思えばロキはローラに求婚した頃は周囲の巨人族の祝福ムードだったことから、あの当時は巨人族に受け入れられていたと予想します。ですが狼人間になってしまって暴走してしまうことで、どうしようもなく鎖に繋ぐしかなかったと。鎖に繋がって出ており、世界を終わらせるものというワード自体が、まあ、北欧神話のね、ロキとかにも通ずる部分があるということで、ございます。そしてウソップ関連の視点で見ると、狼少年の要素が無視できないポイントかと思いますのでね、ウソップはこれまでにエニエスロビーで、狼人間ジャブラに食い殺されそうになったり、トンタッタ王国で嘘をついてヒーローになったり、嘘や狼に関するエピソードは多数散りばめられてきました。だからこそ憧れの巨人族の中で最強の嘘つき、として真の狼少年という扱いでロキを登場させるのではないでしょうか。そしてこの考察がある程度合っているのだとするれば、おそらくロキは大嘘つきであり、エルバフに伝わる白色で羽衣をまとう神の姿に変身可能なはずでございます。だからこそロキは太陽の神を自称しているのだとすると、全ての要素に筋が通るはずでございます。そしてまあおまけでございますけども、まあロキならまあサンファンウルフとね、戦えるのではないかという、そんな感覚はありますが、サンファンウルフのウルフももしかしたらフェンリルと戦うことの伏線的な意味合いもあるかもしれないというね、巨人族のウルフ対決ということで、まあロキが仲間になってね、サンファンウルフをなんとかしてくれるのかっていう、そんな話もさせていただきつつ、結論としましては、ロキは犬犬の実幻獣種モデルマーナガルムと、いうことでございます。ご清聴ありがとうございましたと。110巻の SBS とかは、まあ、エッグヘッドで腹ペコのルフィに飯をあげてたのがキザルだったっていうことが判明したとかね。あとは荒巻っていうのが女性絡みの大事件でタヤ王国の監獄に入っていたとかね。その辺もこう明らかになっていきましたと。で、まあ、藤虎一生、賭博で負けて用心棒していたところ海軍に拾われるという、ね。グランドラインの葵王国の元警備軍隊長で、葵王国が戦争で滅んだ際の重要戦犯であることは政府も認識しているという。この辺もね、その人となりが、こう分かっていったという、ね、小田先生がかなりこう力を入れてね、往年の俳優さんを顔に採用しながらキャラクター作りをしているわけですから、かなり濃いめにね設定されているんでしょうという話だよね。であとはビブルカード関連、図2社のサイズ修正があったり、であとは海賊島の決戦、海軍 VS 黒ひげっていうことなんでね。でこれがちょっと面白かったですよね。ステューシーがバットバットの身であることが判明していったと。これこのチャンネルでは何回も紹介してると思うんですけど、まあ私的にキャラデザ、まあロキの今回キャラデザ死ぬほどかっこいいけど、そのキャラクターデザインっていうことで言うと、このバットバットの実のこのゲームのアンリミテッドワールドレッドのボスキャラ、パトリック・レッドフィールドっていうレベル6のやべえ元囚人がいるんですけど、ワンピースのゲームのボスキャラですよね。こいつのキャラデザもね、ミホーク、このレッドフィールド、カイドウとか、そのキャラデザ的なことで言うと、その辺はなんか圧倒的にかっこいいかなっていうね。孤高のレッドというね、異名のついた、このレッドフィールドがバットバットの実、幻獣種モデルヴァンパイアであったということで、小田先生がね、キャラクターデザインもしているということでございます。このゲームやったことない方もね、いらっしゃると思いますけども、検索してもらえればすぐ出てきます。パトリック・レッドフィールド、アンリミテッド・ワールド・レッドね。死ぬほどかっこいいっす。で、このキャラクターの設定としては、かつてはガープや戦国と渡り合えるほどの実力の持ち主だったが、インペルダウンレベル6に収監されており、黒ひげルフィ、襲撃の際に脱獄していたというね、設定でございます。なので、アンリミテッドワールドレッドは頂上戦争以降の話でございます。っていうことはですよ、このバットバットの実っていうのが、まあ、ゲームなんでパラレルっていう考え方もできますけど、同じくステューシーがバットバットの実だっていうことが判明したわけですから、一度はレベル6、政府に捕らえられてるレッドフィールドですから、その
際に血統因子を採取されていてもおかしくないのではというふうに私は考えたいということね。ロマン重視でね、ウオウオの実を作れたのと同じ原理でヴァンパイアの悪魔の実をベガパンクが作ってステューシーに食べさせたんじゃないかというね。なのでステューシーの能力っていうのは、まあ、ウオウオの実を付与みたいな感じで人工悪魔の実としてパトリック・レッドフィールドから引き継いだものというかね、そんな感じを考えております。ヴァンパイアの能力は他者から若さを吸い取ったり老いを与えたりすることができるということでございます。まあ何の関係もないでしょうで済む話なんですけど、レッドフィールドがレベル6に収監されてその時に血統因子抜かれてたんじゃないかというサイドストーリーをこう想像するのもなんかこう楽しいんじゃないかというそんな話でございます。何せ好きなんでね、あのレッドフィールドがあいつがこう絡んできてほしいのよね。やっぱりめちゃめちゃいいキャラだったしな。でなんかタヌキ連れてんだよね、友達のタヌキみたいなやつ。あいつがまた可愛いんだわ。チョッパーのライバルだよね、可愛さでいうところの最強のミホークのおじいちゃんバージョンみたいな、バットバットのミ幻獣種ヴァンパイアのおじいちゃんがめっちゃ可愛いタヌキ連れてるみたいな設定なんで、ここのレッドかっこよかったね。そしてビブルカード関連、黒ひげの出身地シェード校っていうことがまあ判明していたと。確か新世界っていうこととかグランドラインとかっていうことぐらいしか判明してなかったんだっけかな、黒ひげは。でシェード校生まれだということが判明していった。つまり港町で生まれたのがまあ黒ひげだったということでございますので、父親母親が海賊だった可能性も高くなっていくのかなという話はありますよね。その設定画っていうのがワンピースマガジンのねボリューム8、記憶に新しいところでございますけども、母親あの綺麗な可愛い妹みたいなのが設定画としては書かれてたんですけども、なんか海賊一家とか強い海賊みたいな空気ではなかった、普通のおばさんみたいなニュアンスはあったんで、まあ港で生まれたのであればまあ、船旅というかね、船関連のなんか話とか、この母親が何のために海に出ていたのか、誰が父親だったのかが今後の考えていくべきポイントになっていきそうと。ちなみにシェード校のシェードは英語でシェイド、影とかね、物陰、暗がりを意味する言葉なので、まあ太陽の神と反対のニュアンスね、闇のニュアンスを町の出身地の名前にもあてがってる可能性は高いんじゃないかということでございます。あとは青生地の出身地がベスパ王国とかね、コビーの出身地サー・ツルゾ王国とかね、海釣りが趣味だからサー・ツルゾなんでしょうけどこの辺の小田先生のこの発想何なんだろうな、これ適当にさ釣りが趣味だからサー・ツルゾ王国でいいわみたいなさ、死ぬほど込み入った設定を複雑に仕掛けているかと思ったらこう適当につける時もあるよね、名前みたいなもんね。そしてセラフィムは見た目8歳、誕生は2年前というねことが分かりました。ジェルマ W6 は40のセリフから20歳のクローン兵士を1人作るのに5年かかると言っていたので、1年で4年分経過する、成長するというのはセラフィムとジェルマクローン技術的には似たようなものなのかなというのが考えられます。サテライトの誕生は2年前というねことでございました。なんとね、家にね、特別ゲストが、来ていただけているということで、ここに座れば映ります、多分。ダブレどうもー。東屋さんでございますね。東屋です。ロキ、同じく太陽神って言われてるんですけど、はい、あっちはなんか世界終わらすって言ってるんですよ。じゃあ、はい、その黒ひげを出し抜けるくらいの、はい、伏線どこで貼っとくねんと、はい、これ既存キャラやったら熱いっすよ。エルバフ編、はい、僕めちゃめちゃ重要なショーになるのは、はいはいはい、もう間違いないと思っていて、そうですね。で実際まあこのロキがね、まあ、クソかっこよく登場して、アラデザ100点ですよ、もう俺の中であれマジでめちゃめちゃかっこいい。好きそうか。あ、そうなんです、もう俺あれめっちゃ好きなんですよ。兄弟っす同じ感じの空気感する。だから、ロキにぼっち先生似てるっていうコメントは見逃さなかったですね。君名前なんて言うんだ。いや、巨人族だったらロキみたいな感じのね、空気ありますね。で、なんか あんまり格好つけてない感じというか、いやいや、冗談だって、シャンクスとか冗談だってっていうのもなんか含めてなんか好きなんですよ、ね。はいはい。チンピラ臭、ただいま。チンピラ臭。いや、ロキ結構チンピラでしょ、あれ。いや、チンピラですね、確かに。はい。はい、まあでも、もし実力がやっぱ伴っていたらね。26億ですからね、そうね。26億ってね、めちゃめちゃ強いですよ。なかなかすよ。だって4校やってた時の、前も上がっちゃいましたけど、黒ひげの懸賞金より上ですからね。ああ、そうですね。ああ、そうだ、22億だったから。そう。はいはいはい、4校より上の額っていうことで、やっぱ相当政府も、まあ、危険視している、はいはい。まあ、キャラクターっていうのもあると思うんですけど、みんなロキしか目いってないんですよ。ロビン可愛いでしょ？そうっすね、ロビン可愛いと、やっぱりロキの悪魔の実なんなんだっていうのばっかりみんな、はい。いや、そうなんですよ。追ってますけどね、今ね。これ甘いんすよね。甘いっすか？東屋さんから言わせれば。はい。
やっぱりね、はい、このエッグヘッド、ベガパンクの話の長さ、はい、ここにはめちゃめちゃ考察要素も詰まっていたなっていうのは ね、まあ、言うまでもないと思うんですけど、はい、あそこで重要なのは、五老星全員出てきてるというところなんですよ、ね。なるほど。五老星、はい、僕めちゃめちゃ好きなんですけど、はいはい、悪口ばっか言ってるイメージあるけど、まあいつら無能なんでね、馬じじいぐらいですよ、ちょっと役に立ったな、評価を上げれるの。そうですね。ホークマンとかもマジやっぱすり直せって言ってるあたりから怪しいと思ってたんですけど、マジなんか吠えるだけの舞台やったなと思うんですけど、でもあっこで五老星が全員出てきて、はい、しかもルフィがあんまり苦労せず戦っていたっていうのが一つポイントやと思うんですよね。そう、ここなんでかと、まあ、こういうことが起きてるかというと、はい、僕は五老星ここで出しとかないと、もうルフィたちと会うことはないんやなって思った。ああ、なるほど。もうだから、まあ、ガーリング星だけはちょっとわかんないんですけど、はい、まあ、多分他の4人は、もうみんなガーリング星とイム様によって殺されちゃうんかなっていうのを思ってて。なるほど、なるほど。で、結局、じゃあこれ、ワンピースの物語、今エルバフに入りましたけども、はい、エルバフ編何すんねん、はい、ラスボス誰やねん、この辺のね、はいはいはい、ボス誰やねんと、はい、まあ、結局こういうことがまあ言われてないわけなんですけども、はいはい、これ、なんか意外と俺、もうボス不在でトラブルをなんか解決する物語で、そこから最終決戦に流れていくんじゃないのかなと思っていて。なるほど。なんか今までの島でも絶対ボスがいたかって言ったらそうじゃないと思う。はい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 、はい。パンクハザードのシーザーをボスと捉えるならそれはいるんですけど。まあボスじゃないです、あれは。ドレスローザへの繋ぐためのショーやったわけじゃないですか。はいはいはい、僕、エルバフもそうやと思ってて。あー、なるほど。まあ、なんかそのトラブルが起きて、なんかしょうもない中途半端な奴はいると思うんですけど。はいはいはい、はい。王様とかちょっと怪しいですね。あ、そうそう。元王様とかね。怪しい。はいはいはい、はい。しょうもない、マジオロチぐらいのしょうもない奴がいる可能性はあるんですが。はいが、これ残念ながらもうルフィとかの敵じゃないと思うんですよね。チバチに戦うみたいな展開はない。そう、ルフィエッグヘッドで実はその片鱗見せてて、はい、まあ、やっぱり、まあ、ギアフィフスを使ってしまえば、まあ、キザルですら、まあ、多分隊長が万全やったら倒せたやろうし、はい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 、で五老星すらもう特にもういつまでなんて吹っ飛ばされてましたからキラーンってなって、そうそうそういう感じのことをやっておりまして、つまりあっこでやったのはボニーを精神的に救ったみたいなことを、はい、エッグヘッドではルフィやったと思うんです。はい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 、はい、だからこのボニーっていうのはエッグヘッド来るまではもうベガパンク殺してやる、はい、お父さんなんでって思ってたのに、はい、もう全てが終わった後に水平線を見る頃にはもういつもの12歳の時の純粋な少女に戻れてたわけじゃないですか。これはまさしくニカに救われた存在なわけなんですよね、はいはい、解放された解放された、ね、解放されたで、あの時一緒にニカパンチをしましたけど、どこか導くようにやってるわけなんですよ、はいはい、これなんで導くかと、やっぱ太陽の神様やからなんですよね、うんうんうん、神様ってやっぱ導くものなんで、はいはいはい、ロキ同じく太陽神って言われてるんですけど、はい、あっちはなんか世界を終わらすって言ってるんですよ。言ってますね。これなんかルフィのイメージとも違うし、うん、なんか僕たちがイメージする神様のイメージでもないなと。うんうんうん、まあ、どっちかというと北欧神話で出てくる悪い神様みたいな。そうですよね。まあ、本当そういうイメージで書かれてるんで、まあ、ある種そういったまあ悪い神様がなんかトラブルを起こしているみたいなことはあると思うんですけど、それ以上にこのエルバフの民すら導いていくみたいな展開となって、うん、ここで仲間をつけて次の大きな決戦に備えるためのショーなんじゃないのかな。なるほど。でその導く人物、はい、ここやっぱりハイルディンなんですよね。はい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 。全巨人族の王になりたいって言ってるわけじゃないですか。はい、言ってました。やっぱ海賊王のね、参加たるもの、はい、全巨人族の王ぐらいいてもらわんと、まあ、困るよなと。なるほど。史上ね最強の戦士たちがおるこのエルバフの王となれば、やっぱりまあね大海賊団の参加の一員としては箔がつくわけじゃないですか。俺なんかちょっと話を故障おるかもしれないですけど、はい、ヨルルとヤルルとか、はいはいはい、ボリーとブロギーとか、うんうん、なんか巨人たちの海賊団って船長2人いるのがなんかこう、はい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 、ベーシックになってる感じがしてて、そうですよね。でハイルディンが新挙兵海賊団で海賊を束ねて王になるって、1人の王になるのかそれとも2人体制になるのかみたいな考えたことあって、だとしたらハイルディンとロキが二人の船長として新挙兵海賊団をやったら熱いなとかって俺思ったことがあるんですけど。正解。正解。もう正解です。なんでわかんすか勝て。いや、いいんすかそんな簡単に確定的に使って。いや、もうね、まさにその通りだと思います。本当ですか、はい。
まあ、やっぱりこのエルバフの選手というのはニコイチなんですよね、なんかニコイチ感ありますよね。で逆にエルバフじゃない戦士、まあ、サウロとか、はい、でもともとマザーカルメルのところにいたジョン・ジャイアントとかは、はいはい、海軍になってますからね。そう、はい、一人でやっとるわけなんです、うん、一人でやってる、一人でやってる。このエルバフで歴代にずっといるっていうのはやっぱりこの二人じゃないといけないと、はい、ハイルディに足りないもの、それはロキの存在なんじゃないかと。いや、それだと熱いですけどね。だから悪者寄りにロキって描かれてるけど、東野さん的にもやっぱりそんなに悪いやつじゃないんじゃないかって結論ではあります。多分めんどくさいやつただのめんどくさいやつだと思ってますねゾロも、はい、最初すげえやべえやつみたいな魔獣って言われてましたからね。そう言われてたじゃないですか。でまさしくロキと同じように貼り付けにされてて、はい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 、まあでも蓋開けてみたらいいやつやけど、はい、ちょっとめんどくさいじゃないですか。めんどくさいはめんどくさいか。ゾロ、ね、ゾロ部下に持ちたいですか皆さん部下は嫌だね。怒ってきますよ。いや怒ってくる、怒ってくる。俺の上司としてそれでいいのかあれは生意気なやついます。いや、いないです、いないです。パンクハザードの時とか、もうルフィに、ぶち切れてましたからね。しっかりしろ、この野郎って言ってましたね。お前、ここ新世界だと油断するなよ言ってましたからね。ウソップの時も、結構怖かったもんな。そう。けじめはけじめとか言って、多分、歯向かってきた海賊切っちゃうタイプですよ。あ、そうっすね。うん、シャンクスみたいに、ね。まあ、そういうタイプですよ、完全に。っていうわけで、ちょっとめんどくさいんですよ。ナンバー2的なポジション。なるほど。めんどくさいけど、でもまあ悪いやつではない。悪いやつじゃない。ね、じゃあ、ロキもそのポジションなんじゃないのかなと。いや、でも言ってることはものすごいわかるわ。新しい冒険が始まったわーとかじゃなくて、そうそうそう、もうこれは最終回に向けた序章がもう始まって、ここからのなんかこう流れで最終回に向かっていく、最終決戦に向かっていくと。いや、本当に。はいはいはい。世界中を巻き込む巨大な戦いもう始まってるぞみたいな雰囲気ですかね。ですね。なるほど。だからもう実際戦いは始まってて、で、実際その証拠が、ドラゴンが、うん、最近の話の中で世界が海に沈むということが分かったら、はい、その陸地を取り合う前に決着を急がねばということをしてるんですよね。で、実際、もうマリージョアとの戦争っていうのは始まっている。始まってますね。じゃあ、ここにやっぱり主人公ルフィっていうのは絶対関わってきますよねっていう。はい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 、それこそね、頂上戦争も、元はといえば、やっぱりエースと黒ひげが戦ったところから始まってますから、もっと言うとシャンクスと白ひげがあったとこから始まってですか。そうですね。もっと言うと、もっと言うと、もう作中の中ではもう本当そこから始まってますから。頂上戦争の布石がね、あの辺から始まってるから。だってあれが結局シャンクスが頂上戦争に来た伏線ですもんね。伏線です、伏線です。えぐ？いや、えぐいんすよ、あれ。34巻、5巻分ぐらい離れてるもんな。あれ、しかもコミックスの、あれ、未来の4個示唆するんじゃないかの、あそこにシャンクスと白ひげの開口とかもあったりする。なんか、昔、親方の正体みたいな動画上げてませんでした。いや、めちゃめちゃ上げてますよ、だって。そうっすね。多分3本4本上げてますよ、そうっすよね。親方の正体とか。親方の正体、俺も好きっすよ。あれ何なんすかね、結局ね。まあ、何にも考えなくていいのか。でもあれってなんか結構意味深ではあったんだよな。だってドクロの形の島にバギーがいて、で真っ暗の中入ってってパッてつけたら親方がいるみたいななんか話なんですけど、なんかを暗示してそうな、なんか違和感はあるって。俺実はその説、うん、なんか出たじゃないですか、4校のこの表紙のオマージュが、はいはいはい、その時に親方の立ち位置いなくなった。いなかったでヤギが、はい、キャロットになってた。はいはいはい。つまり親方、はい、イムさん。どういうことですか、ちょっと分かんないな。あ、分かんないですか。ちょっと分かんないです。あー、5本目の動画ですよ親方の正体5本目。なぜ親方がイム様の正体かというと、なんで親方がいないとイム様になるのかがよく分かんなかった。簡単なんですよ、はい、25巻とかの時とかにやっぱり普通に登場している人物が後に重要になってきたら激アツじゃないですか、はい、それと同じようにもしですよ、はい、ラスボス候補の中にイム様って絶対上がりますけど、うん、イム様がラスボスやとしてそれ見たいっすか。黒ひげの方が良くないっすか。いや、俺は黒ひげだと思ってんすけど。じゃあ、はい、その黒ひげを出し抜けるぐらいの伏線どこで貼っとくねんと、はい、これ既存キャラやったら熱いっすよね。なるほど、イム様がね。そう、はい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 、親かで、イム様が90巻で世に出ましたと、はい、情報統制されましたよね、今回110巻の時に、はい、イム様のシーン全部黒塗りされてましたよね。されてましたけど、だから106巻で書けなかったんです。いや、そもそも身長とか骨格違くないですか。目も違うし、そんな悪魔の宮根が何とでもしてた
する。悪魔の見ての人がこうなったらいいなって、このことを全て実現してくれる。ドクターベガマックも言うておりましたし、小田先生もレッドの副音声ではやっぱりワンピースの中での不思議な出来事っていうのは悪魔の実を絶対ルールとしているということなんで、いやいや、それはそうっすけど、はい、この姿形が違うというところは全然いいんですよ。何を言い汗かかせてくれとんじゃーの時のあの親方っすよね。はい、あのバキンのところで出てきた。彼はロックスの子孫であるバギーを観察しに来た。いやいや、洞窟の中にいたでしょ、だって、はい、ちゃんとバギーが来たでしょ、あれは待ってたんですよ。多分分かる、分かってたの、来るの、はい、あの予言できるんで、いくつもあれ。予言もできるんですね。そう、はいはいはい、もう余裕です。いやでもあれキャロットのところさ、あの106巻か105巻か分かんないけど、はいはい、あれのなんかこうこんな感じでなんか想像してますよ、ここまで書いて、はい、あのやり直しみたいな小田先生のあの、うん、あるじゃないですか。ありますね。あれでキャロットのところ一瞬イム様として書かれたんですよね、確か。そう、書こうかなと思って消した。その役割は親方が担ってるんですよ。ああ、なるほどなるほど。あまりにもそれだとバレちゃうから、バレちゃうから気づき、これ親方じゃんとバレちゃうから。結構ね、俺これにたどり着くまで時間かかってしまったんですよ。これが106巻出た時に言えとったらだと思うんですけど。いや、なるほど。これ本邦初出しです。ちなみにこれは、あの、本当にあの、一回企画にしようとしたんですけど、はい、親方って、もっちー先生が言ってねえなと思って、今日の日のために、温めてました。え、俺以外言ってなかった？あれ、親方動画出してなかったっすか？いや、まあ、親方と言えば、あの、もっちー先生みたいなとこあります。ああ、本当ですか？はい、あの、一応、これが、みんなネタで、誤行なんじゃねえのかとか言ってたけど、はい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 、はい。そんなみんな本気で思ってないんですよ。あ、親方にそんなに注目してるのマジ、もっちー先生しかいないんですよ。俺なんか出したのもあんま覚えてねえんだけど、なんで。イム様イコール親方説ですね。はい。これ、出てきたらびっくりしますよ。びっくりするけど。というか、黒ひげを超えます、それで。いや、超えますよ。あ、やっぱ誤行だったんだと思って、あの時の伏線が。で、バギーがめちゃめちゃびっくりする。はい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 。いや、俺、それだったら黒ひげの方が見ていいけどな、どっちだったら。まあ、それはそうかもしらんな。え、ラスボス、マジ、黒ひげかシャンクス以外、納得できる未来が見えないんだよな。そうですね。シャンクスも熱いな、確かにな。まあ、シャンクスとは戦うか分かんないですけど、黒ひげとは絶対戦うじゃないですか。はいはい。黒ひげとのバトルの後に、それより面白いバトル書くのってめっちゃむずいと思うんですよ、ね。いや、だから、湘北対山王になるんじゃないですか。いや、ほんと。もう書いちゃったら。小田先生だったら、はい、それを超えてくるみたいなことも全然あると思う。はいはいはい。まあ、やっぱり黒ひげで締めると思うんですけどね。いや、俺もそう思うな。絶対ルフィとのこのライバル構造とかも意識してるじゃないですか。絶対意識してます。作中で唯一ね、ルフィよりも懸賞金高くなってるんで。ずっと高くなってるから。そう、さまあ、だから、黒ひげやと思うんですけどね。まあ、これでもし親方やったらびっくりしました。なんかやっぱり少年漫画の王道としては、弱いものが圧倒的に強いものをこう、倒すというか、チャレンジする。うんうん。もう死ぬ覚悟で向かっていくみたいなのが、やっぱりこう、ジャンプの王道、少年漫画の王道みたいなところで、今までもゾロ対ミホークとか、ね、ルフィ対エネルとか、サカズキとか、ま、いろいろあって、それの最高峰がワノ国で、いや、カイドウとビッグマム手組むんかいみたいな。だって、ね、無理やんけみたいな。ロッコ2人手組んでもた。俺、あの時に、はい。終わらせたと思ったんですよ。で、100巻書いて、4校1人も、あの、はい、倒してませんって、はい、あの、キングダムで、はい、あの、一刻も落としてませんって、同じくらいのヤバさなんですよ。中華制覇って言ってたのに、お前また一刻も落ちてへんかなっていう状況なんですよね。で、このワンピースもワンピースで、海賊王なる言うてんのに、4校まだ来ても倒してへんやんってみたいな。もう新世界編入ってから40巻くらい経ちましたけど、みたいな。いや、そうなんすよね。だって、ジャンプで、なんか亡くなりましたけど、はい、その4校編開幕って書かれたジャンプがあったんですよね。そのホールに、はいはい、遠い前くらいに、はい、多分最初はもっと早く倒す予定だと思うんですよ、うんうんうん、でも結果倒してないんですよ。全然倒してない。そしたら小田先生一気に2人倒すんですよ。これほんまにワンピース終わりやん。ああ、そうですよね。ちょうどね、あの5年で終わると言われてる最中で、はい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 、話が出てきたんで、でそしたら5年経っても全然終わってなかった、ね。終わってなかった。なんなら、4校は4校で結局減らんかったね。倒したけど、バギーが追加されてね、そうなんだ、みたいな。いや、だから俺的には、あれがこう最高潮で、いやもう絶対がね、小田先生自身がカイドウどうやって倒したらいいか分かんないって言ってたぐらいの海賊と最悪の世代が手組んで戦うっていう、あの図式、ドーンっていう大戦を麦わらのルフィのあの、
図式があってそれを乗り越えたから、なんかそれこそ東北ルート三能が戦って勝ったんだけど次の相葉学園でふわーってなって負けちゃったみたいな、なんかそんなふわふわした気持ちなのかなみんなって俺思っちゃってんだよな。まあそうすね、俺はそうなんで少なくても、まあ、特にエッグヘッドはなんか、まあ、あんだけ熱いバトルの後にちょっと歴史の話とかがメインに、はい、ね、ちょっと小難しい話が多かったんで、まあ、そういう意味でね、あっこも魚人島もな、ワンピースの根幹に関わる話やと思うねなんか。ああ、そうですね。そうですね。空白の100年とか、まあ、それこそジョイボーイとか、まあ、だからその、どうしても最終章をやる中で、書かなきゃいけないこと。書かないといけない、うん。書いた方が絶対面白くなるから、もう小野先生も再開してると思うんですよね。頂上戦争の時が、でもその全国的には一番それがやばかったの。ワノ国エッグヘッドの落差もあるけど、うんうん、頂上戦争巨人島の落差が、まあ、あの、ワンピースの、まあ、中で言うと落差としてはね。僕も、魚人島行く前の過去編で一回脱落してた。俺そこでやめてる人、ルフィ、サボ、エースの過去編で読むのやめてますもんね。俺知らないっすよ、東野さん以外。そう、あんまいないんすよ。当時の推しキャラが、エース、ビビ、はい、ゾロなんですよ。エース、ビビ、ゾロ、はい。そう、この3人がめちゃめちゃ好きで、まあ、ブラバトとかでも、うんうんうん、あの、ゾロとか使ったりもしたわけだし、はい、エース使ったりわけなんですけど、エースは死ぬわ、はい、ゾロは出てこうへんわ、ビビちゃんなんてもう、もうずっと出てきてる。ずっと出てきてる。終わりかえ、ルフィの過去編、主人公の過去編だから、興味は なかったんですか？もう早く見せろよ、続きって感じなんですか、やっぱ。いや、俺もうエース復活しろよって思ってなくて。なんか過去編読んでも読んでもずっと過去編だし、どうやら復活しなそうだしな、雰囲気的に。もしかしてこれエース死んだままかみたいな、はい、で過去編終わってなんかデマルブラックとかで出航するっていうのを聞いたんですけど、はい、なんすか出航するっていうのを聞いたってなんですか。あ、友達が聞いた、もう読んでなかったんですよ、当時。はい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 。なんか、だいぶ他人。ルフィが出てきて、倒したみたいな。だいぶ他人事として聞いてんだな、この辺は。聞いてたんですけど、うん、エースはって聞いたら、うん、出てきてへんな。で、ね、じゃエース出てきたら教えてって言ったら、一生教えてくれなかった。高校生の時やった。ああ、そうですね。で、あかんな時でも。で、そこから5年ぐらい経って、社会人になるぐらいの時に、コエッキーさんと会って、はい、ワンピース全巻借りて、当時ドレスロード終わったぐらいなので、はいはいはい、そんでで全部読んだら、あのめちゃめちゃ面白くなってるやんってなって、はい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 、なるほどなるほど。だからその魚人島もリアルタイムで毎週追いかけてたわけじゃないんで、はいはいはい、だからなんか魚人島をまとめて読むとまあ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 って感じやし、そうで、いやでもそれありますね、コミックスでまとめて読むか毎週読んでるかでなんか印象変わるときあります。変わると、ありますありますあります。そうで実際終わりかけのそのところから、まあ、プルトンの話が出てきたり、出てきました出てきました、あポセイドンの話が出てきたり、ポセイドンの話がね、そうでジョイボーイとか出てきてめちゃめちゃ面白いやんってなって、そしたらなんかクジラ大量に出てきて、なんやこれみたいになってでそしたらよくわからん足だけが出てきてもうやばい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 みたいな、赤エルと青キジが決闘したってなりみたいな、で一気に追いついてジャンプを当たりたポールケーキアイランドの途中、ほんとすぐなんですよね、プリンと出会った直後ぐらいから僕ジャンプなんですよ。だからクラッカー戦とかはリアルタイムで読んでて、そう、だいぶなんか新しいなそれ、だいぶ後半っすね。あ、だいぶ後半結構さ、神木さんとかも、まあ俺も含めてですけど、はい、もうほぼリアルタイムでずっと追ってる。いやだから、あれだった。偉いっすよ。偉いんすかね。僕、ワンピースの中ですからね。いや、にわかって言ってても詳しいけど。こいつは8年やってるんで。はいはいはい。長いっすね、8年。詳しくなりましたけど、はいはいはい、最初のか知らないっすもん。俺、今も知らないっすけど、トータルセッター、何でしたっけ、あの、ストロングワールドのモンスター。あー、最近だ、途中で出てきた。ヘラジカがエッドザウルスなんじゃない、はいはいはい、ちょっと騒がれていたみたいな。あ、そうっすね。なんですけど、はい、実はこれ、あの、ワーコレで出てて。あ、そうワーコレってわかります？フィギュア。フィギュアのね、あの、かわいらしい。デフォルメされたフィギュアなんですけど、はい、手のひらサイズの宝物っていう感じ で、はい、で実際コエッキーさんそのシリーズがめちゃめちゃ好き で、 あ、そうなんですね、全部集めてるんですよ、はい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 、ですごいよなそれ、回ると、はい、めっちゃ気合入ってて、はい、これ全種類あるんですけど、モンスターもめっちゃ再現されてるんですよ、はい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 、だからザーリー・ダビッドソンでしたっけ、あのバイクとかもありますし、あのドン・カマキリみたいなあの大きなカマキリとかもいますしもう分かんないっすよ、でこのエッド・ザウルスとかもいるんですよ、はい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 、なんでこんなマニアックなものを出してるんだみたいなということを思ってたんですいや本当ですね、そうね、でも
当時並べててもこれワンピースのキャラですかっていうぐらいのテンションで並べるテストだった時も、はい、これがねびっくりしましたね。いやなるほど、はい、いやそんな俺今でもわかんないですよ俺。そしたらでちなみに俺ワンピースを全部追いつく前に、はい、小池さんのあの書斎にワーコレを並べるっていう仕事をしてた時期があるんですけど、はい、その時に白星と会うんですよ。はい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 、見てほしいんですけどマジその白星バリ可愛いんですよ。はい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 、2秒で惚れる。ワーコレですか。ワーコレの白星。ワーコレの白星。これなの。ああ可愛いですね確かにね。めちゃめちゃ可愛いんですよ。あワーコレ花の白星調べてほしいんですけど。そしたらこの花のシリーズって他にもあの出てるんですけどこれ女性キャラにもワーコレなんですね。あそういうことなんだ。そうそうそう。そういうシリーズなんだ。そういうシリーズなんですよ。ビブちゃんとかペローナとか白星が出てくるんですけど、はい、同じ大きさなんですよ。俺だからそうですね、等身一緒ですね、サイズ、ビビと。めちゃめちゃ可愛い人魚キャラ出てきてん。はいはいはい。でもケイミーとかあんまハマってなかった。はいはい、はい、俺は好きだけど。目じゃない。はいはいはい。もうまあめっちゃ。ロバーさんとか、はい、マジババアやったなっていうぐらいのことやったんやけど、はい、ここで白星。はい。可愛すぎるやろ。はい。小池さん、ワンピース貸してくださいって。はい。俺白星を見て、ワンピースもう一回読もうと思って。はい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 。読むじゃないですか。これをね。いつ出てくるんやろうなと。うん。で、俺、当時、ちょっと変わってるんですけど、ウォーターセブン編までアニメで見て、はい、そっからジャンプにいきなり行ったんで、はい、実はブルックが仲間になった経緯知らずにジャンプに行ったんですよ。当時、しょんでいいぐらいだけど。だいぶ雑に読んでんなぁ。この骸骨なんだって。いや、そう。なんか知らん骸骨仲間になったんや。へぇー、みたいな。友達になんとなくこうやって仲間になったんやね、みたいな聞いて、あ、ラブーン関係してるんだ。はい、ぐらいで。って読んでても、全然白星出てこないんですよ。出てこないですね。で頂上戦争まで読んだら、読んだな、エース死んでもうたな、あーあーってなって、また過去編をついて読み終えて、ここでやめたな、一気に読んだらめっちゃおもろいやん。いや、面白いっすよ。一気に読んだらそうだった。なんで俺ここでやめちゃったんだろう。で、はい。で、2年後の集まっての出航。はい、クソええやん。いやいや、いいっすよ。あそこで、魚人島行くぞってなって、はい、白星出てきたと。はい、でっかすぎるよでかいっすね。俺の恋心。まあ想像の20倍ぐらいでかかったでしょうね。どうしようか。腹が悪いと思ってて。投資一緒やん。いや、投資一緒。知ってる人魚たちも心ばあさんとケイミーやから、でかくないんですよ。そうっすよね。で、しかも魚人とついた時に可愛い人魚姫、小さい人魚姫いっぱいいたから期待も膨らんだんじゃないですか、あの辺で。そう、そう、ね、そう。もうサンジと同じ気分で。はいはいはい、はい。ここがオールブルーだなっていう。それでいいのがサンジで。たら、はい、あれでかいな。こいつめちゃめちゃでかいなっていう。それどういう気持ちなんですか。それなんか、味わってみたい気持ちだけど、好きな人がでかかったって感じですよね。はい。訂正したらスライムだったみたいな。本当に。無理だなぁ。やっぱもう恋心が一気にこう。あ、そうそうそう。へぇー。なんかダビデ像とか見る気分になります。ダビデ像多分ね、その道の人から見たら美しい像じゃないですか。ああ、そうですね。多分そういう気分なんですよ。ああ、だから美しいけど。美しいなぁ。はい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 、はい。俺だからバンダーメッケンすげえなって思ったんですよね。俺バンダーメッケンにめちゃめちゃ感情移入したんですよね。めちゃめちゃストーキングしてましたよ。そう。まあ、気持ちはわかると。はいはい、はい。でも、この体格差を超えて愛そうとするこの気持ち。ああ、そうですね。いや、確かに確かに。そう。障害を超えようと頑張ってはいますよね。まあ、気持ち悪いやつでしたけど、すげえなっていう。はい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 、はい。まあ、それは思いましたね。いや、そう。バンダーで一気に感情にしてるやついねえけどな。そう。で、まあ、その後もワンピースを順調に読んでったって感じでしたね。はい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 。なるほど、なるほど。